I still can't feel you. You are so far away. I'm shedding tears of sadness. I'm searching for you. When the night is over, I wish that you would stay with me. In tears of sadness, there I was. I want to say, wish you will never change. Love you now and forever. Thank you.
回お願いします。まあ後で調整するか今調整するか、はい、全体を見るかと。I still can't feel you. You are so far away. I'm shedding tears of sadness. I'm searching for you. When the night is over, I wish that you would stay with me. ツアーではすごいこう自然体でこんなねこんなになりですけど、なんかねこうラフにっていうかすごい笑顔が増えたりっていうツアーだなっていうすごい実感してて、でもそれやっぱりお客さんとのコミュニケーションじゃないし、まあそういう空間だったり、まあバンドの感じがやっぱりそういう風にさせてるのかなっていう、なんか自然体でかっこよく見せられてるのかなっていうツアーで、なんかすごい自分もなんかこう裸にというかね、言い方あれだけどすごいなんか自然体でやれて、なんか単純があって気持ちいいなっていうなんかツアーに感じてます。今責任感を持って、皆さんがどれだけの思いで、俺たちのことを応援してくれてるかっていうのはしっかり分かってるつもりなので、それに応える、それ以上の思いに応えるね、音楽をメッセージをこれからも伝えていきたいと思ってるんで、ぜひぜひ、これからも期待してください。そしてこれからもよろしくお願いします。お客さんとの距離を、バンドとお客さんとの距離をなんかこう縮めるような、そのライブでね、一体感みたいなところで距離を縮めるようなコンセプトがあったかなっていう感じには、まあ僕一番後ろで見てて感じてて、でそれはまあだんだん回を重ねるごとに、まあ、その毎回毎回その日が初めてこのツアーは見るっていう人もいるけども、まあ、バンド側の成長としてなかなかその辺が力が上がってきたんじゃないかなっていう感覚がありますね。このツアーになって結構そのこうライブ、まあもちろんライブいつもこう骨組みみたいなのはちゃんと作ったりセットリスト組んだりはしてるんですけども、まあなんかあんまりこうガッチガチに決め込みすぎずに割とその空気感でなんかその展開していったり、まあその流れがね、その偶然生まれる流れとか、なんか本当に結構ライブ感みたいなのが重視してたり、そうですね、本当に、うん、そういう意味でもなんかバンドが成長してる感じは、はい、してます。とにかくやっぱりいい曲を作っていいライブパフォーマンスをしてってところはもうずっと変わらず、でまあその
何をもっていいとするかっていう時は本当にね、その時伝えたものであったり、その時の自分によって変わってくるんで、まあどんどん変化をしていくと思うんですけども、みんなの本当に前に立っている以上、本当にね、どんどん追求してより良いいいものを、皆さんに届けていきたいと思います。まあ、夢であったり美しくであったり輝く未来、そういったところを結構連発して歌詞に頻繁に使っているんですけど、まあ、なぜ使ってたかっていう答え、がなんかこのトパーズを書いたことによって明確に出てきたんじゃないかなと思いますね。愛を込めて人に接する、助ける、支え合うっていうことっていうところがすごい、なんかもしかしたらすごく美しい、この地球上の中で一番美しいことなんじゃないかな。愛を持って人にこう救いの手を差し伸べるっていうところに気づけたというか、まあ、それこそが一番美しいっていうところ、にたどり着いたんじゃないかなと思います。聞いているんですが、見覚えないですよね、皆さん。美しいね。これはテルさん、どういうことでしょうか。何のシャツでしょうか。どういうことですか。もうそこまで言ってたら自分で言ってよ。はい、9月からのツアーの新しい T シャツです。Feel you, you are so far away.